日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はコーヒーについて。コーヒー、おいしいコーヒー。はいはい、皆さんおはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？朝ですね。朝だから少し静かに話した方がいいですね。おはようございます。はい、この声を聞くとちょっと楽しい感じがしますね。よく誰かと一緒に泊まると、例えば友達の家とか知り合いの人の家とか、あとは友達とかと一緒にキャンプとか、そういうことをすると、朝目が覚めておはようございますって言うんですけど、ちょっと静かに言いますよね。みんな、あ、田中さんおはようございますおはようございます、まだみんな寝てるからコーヒーでも作って静かに飲みますか、みたいなね。その他の人たちがまだ寝てるから、田中さんと僕だけでコーヒー飲みませんかっていうね。奥さんまだ寝てますか、ね、はいはいはい、寝てます。昨日遅かったみたいで、あと1時間ぐらい寝るかもしれません。ああ全然大丈夫みたいな感じで静かにコーヒーを作り始めて、朝のコーヒーを飲みますね。コーヒーの話といえば、僕は毎日朝コーヒーを飲みます、ね、もうほとんど毎日、多分今年は毎日飲みましたね、はい、コーヒーを飲んでない日はなかったと思います。朝起きてお湯を沸かす、ね、お湯を沸かして、ね、熱くして、そしてコーヒーを入れます、ね、コーヒーを入れると言いますね。コーヒーは普通のコーヒーです、ね、僕はスペシャリティコーヒーを買ってないけど、スーパーマーケットで、一番いいコーヒーかな。スーパーマーケットで買える、結構いいコーヒーを使います。そして、濃さですね。濃さはあんまり濃くないです。僕は強すぎるコーヒーは好きじゃない、ね、濃すぎると言いますね。濃すぎるコーヒーは好きじゃない。少し薄い方が好きです。朝あんまり強いコーヒーを飲むのは好きじゃない。そしてハンドドリップですね。ハンドドリップ、自分で手で入れます。最後に少しだけミルクを入れる、少しだけ牛乳を入れます。少しだけ、たくさんは入れません。牛乳は冷たい牛乳を少しだけ入れます。そうすると飲みやすくなる。熱くないね。牛乳を温めて入れるのは僕はあんまり好きじゃない、ね、朝ですね。自分で入れるときにはすぐに飲みたいから、冷たい牛乳を少し入れて、コーヒーを少しだけね、冷たくする。それが1杯目のコーヒーですね。2杯目のコーヒーは昼ご飯の後、ね、昼ご飯の後飲みます。家で飲むときもあるし、カフェで飲む時もあります。カフェで注文するのは、カフェラテですね。いつも僕はラテを注文します。たまにブラックを飲みます。だけど、ラテが好きですね。皆さんはどうですか？どんなコーヒーが好きですか？僕の奥さんもコーヒーを飲むけど、午後コーヒーを飲む時はデカフね、デカフェ、
カフェインレスのコーヒーを飲むことが多いです、ね、飲みすぎるのはカフェインを取りすぎるのは良くないらしいですね。僕は大丈夫、僕はコーヒーは多分2杯は全然問題がないです。3杯や4杯になるとちょっと、飲みすぎですね。夜眠れなくなることがあります、はいはい、皆さんどうですか。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。